うわー、会見場あるよ。ちょっとちょっとやってくださいよ。パッ、いや、やばいな、これ。とんでもないことが起きてるな、今。船どこだ？こっちこっちこっち。あそこにあるよ。あ、あれか。やば。あ、燃えたんか。いやいや、燃えたんよ。忘れるのおかしいでしょ。あれ？こんなにしっかり燃えたっけ？いや、結構燃えたんだよ。最初、いや、燃やしてから全然来てないってことか、要は。もう跡形もないじゃん。うわぁ、10年ぶりだよ。やば、10年ぶりにここ来るってやばいね。ちょ、なんか壮大すぎて。やばいね。タイトルはあんま関係なかったよね、確か。あ、友人とマインクラフトか。そう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 。絶対伸びそれ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 、よく声かけたね俺に。いや、木野さんしかいなくない？そん時さ、なんかあんまり一緒に寝とけやってなかったよね多分。あー、確かに。そんなに、いや、でもなんかやってたっけ、スカイプで遊んでて、なんかやってた、うん、いや、なんか、え、でも通話はしてた、通話はしてたから、その流れで声かけたんだよ。いきなり久しぶりで行ったんじゃない？あ、じゃあアラドとかやっちゃうんかな。ああ、そうかな。まあ、ちょっと話し始めたら無限だから、向こう行きますか、あの例の島に。うん、めっちゃ暗いんだけど。それでも旅に出る。あれあれ、あれ、何何何、それでも俺押しないだろ。押すなよ。今日あれなんだ、こういう懐かしい話をしながら振り返っていくやつなんだ。逆になんだと思ってたの。いや、俺はまたショートコント的なやつをやるのかと思ってたよ。で、どういうこと、どういう、いや、10年ぶりに帰ってきたぞこの島に。みたいな。それで動画一本作んの。そう、それかと思ってた俺。あ、じゃあ相当覚悟してきてんじゃんそっち。いや、だから元気なうちにと思って。違うよ。配信来て、来たんじゃん。まあ、じゃあファイヤーだけでもね、重ねて10年前と。じゃあいいっすか。もういいっすよ。いきます。はい、ファイヤー。そんな感じだったかな。いや、声が高かった気する、もっと。それ声はしょうがないだろ。声はしょうがないだろ。上がってたんだよ、もっとテンションというか緊張感的にも。見たくなってたと思うんだよな。そこまで。お、こぼすだよ。なんでだよ。いや、ダメだろ。ダメだよ、こぼしちゃ。木は大事だよ。歴史、歴史。君が今手に持ってんの。はい。美術館でぶっ壊してんのと一緒だよ。怖い、怖い。え？ちゃんと見てこう、ここも。うわ、一夜を過ごしたとこだよ。うわ、画面が真っ白になってたとこ、ここ。この後も白くなってた画面。もしもマネジメント読んだらとか言ってたの俺、ここで。当時流行ってたやつ。当時めっちゃ流行ってたよね、あれ。踊らされてた俺、多分流行に。やだやだ。うわー、ここもやったな。なんかなんでこんな、あ、これ後でここで砂取ったんだ。そうそう、戻ってきて砂取った気がする。うわー、会見場あるよ。ちょっとちょっとやってくださいよ。ちょっとちょっとやってくださいよ。10年越しに。こんにちは皆さん、10年ぶりです。もう俺しか残ってないよ、会見場も。もともといないかもしれない。いや、前動物いたよ。羊とかいたら横切ってたよ、くもう。でも、もう誰も、10年でちょっとみんないなくなってしまいました。チープだな。いや、でもこのコンパクト感のおかげでいろんなとこにね設営されたという。確かにいろんなとこあるな、これ。黒子かっこ人工のやつ。なんだこの看板、怖っ。
この適当な感じ。いやこれ全部計算しておいたよね当時。よく見てみ。全然わからん。赤くなってるでしょ基本的には。これうまくいってる証拠だから。あ本当？光ってないとこあったよ。まあ、ちょっとね小話を挟むとお互いにね10年後とかいつかやるからワールド取っとこうぜっつってお互いにバックアップ取ってたんだよね。終わった時にね。そう。いや俺10年前ってか大体のなんかこの家の中見ようよ。ここが俺らの家ですから最初の第一拠点。何回も改装してずれてる扉がずれてんな。泥棒が入ってリフォームしたな。あーこんなんだったね。うわ水の屋根ね。看板の文字とか残ってんのなんかやだなんか泣きそうこの文字。何も入ってねえ。なんで何も。あ引っ越したんだ。山辺に行ったんだな全部持って。うわこれもおしゃれだな。あれこんなんだっけ。ここちゃんと便所になってなかったっけ。なってんじゃん。いやいや違うなんか塞がってなかったちゃんと壁で。それ山じゃない。あん、いやなんかこれ爆発にあったっぽいな。壊れてんな。ここ確かに壊れてるわ。お器消毒だやだ。どこどここれはずいね。これ木野さんでしょ。どっちどっち俺。でも今もこういうなんかあーびっくりびっくりやってる木野さんを。確かにじゃあお仏なので入ってもらっていいですか俺が。はい。10年越しに。君のパンツとか汚いと思うけどね。確かにえぐい。あーねーあーねーねーこわーなにこれ。うぐいあーねーあーねーねそうだ今あれか潰れて下に行くんかそうだそうだ。自動で泳いだんだけど今次はとんでもない処刑おい消毒されたんだけど10年越しに綺麗になった。いや綺麗になったとか何も残らなかったね全部燃えた怖い昔はさ、うん、泳ぐとかないから何も起きず貫通だよね。確か貫通してたねやめて怖。なんかさ今の仕込んだ見たくなるからさカットできなくなるんだよこういうのが起きると。パンサルのパートにもそういう感じじゃん。あやらせみたくなるのが嫌だからさ。あなるほどね、証拠としてカットしないんだよそういうシーンのもう前の前から長い動画になりそうだな。見越してたんだな天才じゃん IQ20 ぐらいあるじゃん。聞く。あ俺ちょっとここうわうわキノコでしょそこ。俺ここ好きだったんだよな。嘘。え、いや好きだったよ俺マジで。もっとあるでしょいろんな場所が。で結構さ地下に潜ってたじゃんひたすら。うん。で帰ってきたら結構進んでるじゃん。あーキノコがね結構楽しみだったんよ。あーここあれだひたすら掘ってた時だクソ眠い時に木野さんがおねむみたいな字幕入ってるとこか。そうまだ下なかったっけ。だないか岩盤か。でなんかめちゃめちゃ眠くてここちょっと戻ったところで落ちたっていう記憶がある。さすがに木野さん落ちたとこはもう残ってないかな。
あー、いや、あるんじゃ、あ、ここら辺だ、これかな、え、ここじゃねえな、近いけどな、あ、違う、こっち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 当事者は語る、被害者は語るな、これこ、こ、そこに落ちたから、こ、これね、これだね、これ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 、これあー、下ちゃんとスタイルあるんだこれやーべー、10年ぶり来ちゃったか、すげー、どこだ、ここか、下からのアングルは貴重だな、やべー、これなんだっけ、これなんかダメージを食らうため、なん、調整するようだったな、なんかこれ なんだっけ、なんで調整してんだ、闘技場で燃えるように怖っいやでもなんかそんな使わないやつだよね、発想が怖い、この装置、こことか何、これめっちゃいいよな、これどっちが考えたんだっけ、こう大将か、いやでも木野さんが水の上に作りたいって言った気するけどな、なんかこんな感じの家になったきっかけはもう覚えてない、下書きはしたよね確か、 あったっけ、うん、ちょっと待って、ちょっと探し、それあると思う動画に載ってるから、そうそう、あ、そう、家の中見ようぜ、あ、ここら辺はっけね、好きだったから覚えてるね、この家、まあなんか焼き付いてるよね、うん、めっちゃいたし、木野さんの家これいいよね、家の中にある木の中、ここ落ち着きスペースだったね、めちゃ狭いけどね、見て、なんか書いてあるよかっこつけてるね、英語で絶対俺じゃないね、これ俺かも、 SS 取っといて F2 家取っといて、オッケーいや今オッケーなことある、今の絶対俺映ってたでしょオッケーオッケーオッケーなわけがない、今の天才カメラマン現る、そしてこのトロッコですよ、わざわざ引きました、乗ってく、これ乗るっしょ、はい、木野さん先のがいいかな、はい、いいよ自分で押して、おお、音すげえ、うわ、このニワルトリとか一生いるんじゃない、これ下手したら牛までなんかいた記憶あるぞ、いっぱいいる、うわー、なんかあそこ中間ポイントだよね、そこなんだっけ、ここ、動物の数やばいって、おぶな、いやー、わざわざ、これなんでこんな話したんだっけ、アップデートがあったから、あー、新しい要素に触れるため、そうだよね、外に行かないといけなかったんだよな、あー、でも角来たね、そうそうそう、その下とかもね、エンダーパール投げてたよね、あー、あ、バージョンの壁だ、あそこ、そう、あそこ俺が落ちたあたりじゃね、ほんとだ、覚えてる、あそこ、ここを目指してたんだ俺らは、うわ、ここの下でめっちゃモンスター倒してたわ、壁がすごい絶壁だ、グランドライン長いね、これ、なんでってぐらい
まあ、土地見つけたんだろうね。なんかそうだ、次の移住先探しに行って、うん、でいい感じの山があったからそこにしようってなったんだ。でもさ、なんで線路でつなげたん？なんでだろうね。気に入りすぎてた。ため？うわぁ、やば！来たなんだこの迫力は、この山の。すげぇ。えぐい！あ、ね、あ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